成田匠は神奈川県出身の二輪レーサーでチームハザードブレーカーズ所属のトライアルライダー。父親は日本におけるトライアルの草分けの一人である成田昭蔵、弟の成田助もトライアルライダーである。少年時代からバイクトライアルを始めいくつもの大会を制覇している。その後オートバイに転校し、1980年代後半から1990年代に かけて日本トライアル界のトップライダーとして活躍。1990年からはトライアル世界選手権に本格的に参戦した。その後は再び日本国内での活動に軸足を移し、現在に至る。2000年からはヤマハと契約している。2000年に制作された特撮テレビ番組仮面ライダー空ガにおいて、 本物のオートバイアクションを見せたいとのスタッフの意向により、仮面ライダーのスタントを1年間行った。オートバイを操る怪人が登場する回では、弟の助が怪人を演じトライアルの共演を行った。また、映画、平成仮面ライダー20作記念仮面ライダー平成ジェネレーションズフォーエバーにおいても、およそ18年ぶりに仮面ライダークーガのバイクスタントを行った。 ありがとうございます。